Well, here we go, guys. どうしたんだ? This is the final of the... Yeah. But this is the final of the exam. Smart. Finally.Kind of sad. リーナ先輩の卒業試合の前に、俺たち初等練士にはある関門が待ち受けていた。それは上級修験士への昇級試験だ。この試験で俺と裕次郎の命運は決まる。なぜなら正合騎士になるためには上級修験士になることが最低条件であるためだ。いよいよだね、キリト。ああ、緊張するよな。ついに強化って思うと。長いようであっという間だったな。学院に来て1年が経つなんて信じられないよ。ああ、でも今はしみじみしている暇なんてないぜ。重圧をかける気はないけど、この試験にかかってるからな。うん、そうだね。正合騎士になるにはまずこの戦いで上位12位以内に入らなくちゃならない。ん、ちょっと真面目な話してたのにどうしたの？キョロキョロして。いや、メディナの姿が見えないと思ってさ。え、そういえば確かにメディナはいつも試験の時は早めに来て練習してるのにさ。ああそうだね、もう1時間前だし。何か聞いていないの、キリト？なあなあ、ユージオ、もしもの話なんだけどさ。何？もしも俺がお前にすごい隠し事してて、それについて悩んでるとして、その隠し事は絶対にユージオには知られたくない。そんな時ユージオだったらどうする？難しい質問だね。だよな、変なこと聞いて悪かった。待って、答えになるかどうかわからないけど、もしそんな状況になったとしても僕はキリトのために何とかしたいと思うよ。隠していることを知ってキリトを傷つけるかもしれないって思っても放ってはおけないから。その友達だからね。ほうほう、裕次郎君は優しいな。さすが俺の大親友だ。やめろよ、なんか恥ずかしいだろ。それより何かあったの？いや、少し聞いてみたかっただけなんだ。深い意味はないよ。それならいいんだけど。なぜここへ呼び出したの？試験はもうすぐのはず。君のためだよ。どういう意味です？欠陥品のオルティナノスケが身の丈に合わないことをするのを防ぐためだ。私は何も。何も悪いことはしていない。何も自分に責任はないのになぜいじめるの？そういう態度、昔から大嫌いだったよ。でも不思議だな、それを見るたびもっといじめたくなる。行かなきゃ試験に間に合いません。だからそんなことをする必要はないんだ。欠陥品にはふさわしくないからね。欠陥品が昇級試験で勝ち進むなんてありえない。知っているぞ、君が今日のためにわざわざ手抜きをしてきたこともね。違う、私の目を欺こうとしてもそうはいかない。オルティナノスの小賢しさは誰よりも知っているんだ。今日のために頑張って稽古に励んできたこともよーく知っているぞ。どんな法をもってしても私をここに縛り付けることはできないはず。どうしてください。それが婚約者に対する口の利き方か。これは天命を減らす意図ではない。夫から妻へのしつけだ。ただもうこの言い訳は使えんがな。なぜ？お前との婚約は解消するからだ。そんなことがあるわけ。幼い頃父上からお前との婚約を取り付けられたと聞いた時は心から悲しんだよ。こんな卑しいオルティナノスケの人間と婚姻するなど死んでもごめんだからな。だが父上はこう言ったんだ。
これはあくまで口約束。教会で誓う本物の婚姻と違い、私の気分次第でいつでもこの制約は破れるとな。一体何を言っているの？そう、この制約をどう扱うかはお前の自由だと父上は言ったんだ。だから存分に利用させてもらったよ。私を好きなように扱うために。それ以外何の目的があると言うんだ？愛されるような価値が自分にあるとでも思ったのか？随分と楽しませてもらったよ、メリナ。衝撃を受けて動けないのか？では逆に聞こう、お前みたいな欠陥品の一族、一体誰が何のために相手にすると思う？利用する目的以外に何もないだろう。いや、とはいえ、これまでは本気でお前を妻だと思っていたよ。お前の無能さに愛想を尽かしたというだけだ。つまり禁忌目録違反など犯していない。お前は私を失望させた。これよりお前との婚約を破棄する。私はこんなことも知らずにずっと従い続けてきたというの？それではな、メディナ・オルティナノス、欠陥品の一族。行かなきゃ。どうして足が動かない？行かなきゃいけないのに。おや、お坊ちゃん、こんなところで何を？もう鍵をかける時間なのに。ああ、忘れ物をして取りに行ったんだ。中は確かめたので施錠して大丈夫ですよ。ここに人は誰もいませんから。わざわざ教えてくださりありがとうございます。いや、どうして？ありがとう。それでは失礼するよ。どうして？お願い、何でもするから許して。欠陥品は人ですらない。ずっとそう思っていたというのか。だからあんなひどいこと。一族を守るためあの男に従い続けていたというのに、私は何のために。なんと愚かなんだろう。やっぱり私は。欠陥品の姿が見えないな。いざとなると弱気になったか。所詮は欠陥品だもの。大した実力もないから敵ではなかったけどね。まったく性格悪いな。ああ、本当にね。いや、お待たせ。あら、遅いじゃない。心配したわよ。悪い。まあ、未来の旦那様として情けないわよ。許してくれよ、お姫様。あいつメディナの婚約者じゃないのか。どうして別の女の人と。あんな、少しゴミの掃除を手伝っていたんだ。もう終わったけどね。貴族がゴミの掃除するわけなさそうだけどね。なんだろう、すごく嫌な感じがする。キリッと。今の声、メディナ。なんで。剣の実技試験はこれより30分後に開始する。生徒各位は自分の試験番号と組み分けを確認し、各会場に向かうことを命ずる。そろそろか。緊張するね、キリト。友情、悪い。悪いって何が？絶対に間に合うようにする。
でも心配かけるから先に謝っとく。ちょっとキリト、どこに行くの？とはいえどこにいるか見当はつかない。でも探しに行かないと。誰も来るはずがない。イエーイ、欠陥品。最初から期待したことなんて一度もない。だって私は欠陥品だから。お前みたいな欠陥品の一族、一体誰が何のために相手にすると思う？助けを求めたところで最後はみんな裏切るんだ。欠陥品とは話すなってお母様から言われたの。だから私は助けなんて求めない。自分の力で全てを変える。そのためにここへ来たんだ。誇りを持ち続けなさい。お前は私の大切な娘だ。父上、私何も成し遂げられないの？メディナは絶対にいい剣士になるぞ。私なんかよりもな。メディナ、本当にすごいな。なんで？そうだ、立ち会い、俺と立ち会いしてくれ。同情なんかで友達やるほど俺は優しくないよ。メディナが誇りに思っている人たちが欠陥品だなんて俺には思えないんだ。俺はメディナの友達だ。だからこんなこと黙っていられない。あいつだって同じ。最後は私に背を向ける。本当にそうなのかな？わからない。わかりたくない。もう傷つきたくない。メディナ、キリト、メディナ、メディナ、大丈夫か？いろんなところ探して、メディナとあいつをこの辺りで見たって人がいて、それで物音がして清掃の茶に鍵を借りたんだ。お前、細かい話は後だ。早く行かないと試験に間に合わないぞ。私に関わるなって言ったのに、なんで？俺が勝手に関わりたかったから来たんだ。メディナ、大丈夫か？何が？いや、その涙。何でもない、大丈夫。分かった、それじゃ急ごう。キリト初等練士にメディナ初等練士、遅いぞ。3分前ぐらいだから大丈夫ですよね、先生？まあそれはそうだが、早く準備しなさい。分かりました。お前、欠陥品と薄汚い平民が揃って現れるとは、よく間に合ったな。欠陥品、確かに私は欠陥品かもしれません。あなたに備わっているある感情が私にはありませんから。ある感情？一体なんだ？反論するとは生意気だぞ。自分より強い人間を潰そうとする腐った根性だ。お前と違ってわざわざそんなことしなくたって勝てるからな。お前、結果は試験でお見せします。
楽しみにしていてください。メディナおめでとう。見事剣術試合で8位入りするなんてすごいよ。お前とユージオの方が順位は高かったがな、悔しい。正直だな。当たり前だろ、新生術の試験では負けないからな。いやはやお見事というべきか。ん？私に何か用があるのですか？不思議なこともあると考えただけだ。欠陥品が私よりも上位になるとはな。結果は結果、事実です。ふざけるなよ欠陥品の一族。あらかた教官を抱き込んで不正でもやったのだろう。おい、私に敗北したことが真の結果ではないと。敗北だと？いい気になりやがって。なあ、そうだとも私が認めるはずがないだろう。なるほど、では本当の決着をつけるとしましょうか。メディナ、あなたが本当の決着をつけたいなら立ち会いをお受けします。ほう、よくもそんなことが言えたな。やましいことは何もないからです。ほう、ではもし私が勝ったら試験の結果を不正と認めろ。そして再び私の命令に従ってもらうぞ。いいでしょう、負ける気はないので。メディナ、何考えているんだ。あいつ何するかわからないぞ。大丈夫、私を信じて。ああ、わかった。では行くぞ。こんな力じゃなぜお前に抵抗したとて貴様を許すつもりはない。どこにも逃がすものか。お前みたいな欠陥品の一族、一体誰が何のために相手にすると思う。利用する目的以外に何もないだろう。お前もあのバカな父親と同じだ。欠陥品のオルティラノス。許さない、許さない。私はこいつを、これがオルティラノスの剣だ。右目が痛い。殺さないでくれ。何を。勝負は終わりだ。勝者はメディナ。な、何をする気だ。やめろ。立ち会いをお受けいただきありがとうございます。あなたのおかげで誓いを果たせました。誓いだと？亡き父に私が誓ったことです。ホルティナノスケは強く正しく、何があろうと誇りを失わない。父亡き今、私は必ずやその誓いを守り抜く。よかった、一部の貴族以外はちゃんと拍手してるね。ああ、まともな神経の持ち主ならわかるはずだからな、真の勝者が一体誰なのか。お、オッケー、いきなり。Oh!
Nice. I don't know what I pressed that, but I'm glad that I pressed that. Nope. It's already over. Okay. A little bit quick. おいメディナ、まだまだ肉あるぜ。せっかくお疲れ様会のために買ったのに食べないのかよ。お疲れ様会？俺たち無事に上級集権士になれたねの会とかいう変な名称の会じゃなかったのか？どっちでもいいじゃないか。それにしてもメディナの戦いはすごかったな。一瞬たりとも目が離せなかったよ。どうかしたのか？キリト、私はあの時本当にあいつを殺そうとしてしまっていた。しかし右目が激しく痛んで剣が止まったんだ。メディナ、また右目が？メディナが殺意を覚えた時に痛んだということはやはり何らかの意味を持つのか。それでよかったんだよ。メディナは十分あいつを見返したぜ。自分の力で誇りを取り戻したんだ。そうだろうか。ああ、剣気から確かに感じたよ。メディナが背負うオルティナノスケの誇りをな。キリト、お前に一つだけ聞きたいことがある。ん？どうしてあの場所に来たんだ？言っただろ、俺を呼ぶ声が聞こえたからって。呼んでないし、呼んだとしても届くはずなんてない。いや、聞こえたよ。まあそういうことにしといてやる。あ、お、今日満月だな。昇級祝いにふさわしいというか、なんというか。月か。そういえばもうずいぶん長い間まともに見たことなかった。一人旅してたのに？ああ、私はずっと同じ夜を繰り返していた気がする。真っ暗闇の中にただ一人。そうか。だが終わりのない夜の中にもただ一筋の光があるのかもしれない。不思議と今はそう感じている。ああ、俺もそう思うよ、メディナ。リーナ先輩は卒業トーナメントで首席上級集権者を破り、北セントリア集権学院を第1位の成績で卒業した。そして今日は卒業の日だ。おめでとうございます、リーナ先輩。 I don't think about the graduation exam and why not? 今でも卒業試験での先輩の勇姿が頭に浮かびます。キリトは会うたびに私を褒めてくれるな。当然です。リーナ先輩は首席上級集権者を破って北セントリア集権学院を第1位の成績で卒業したんですから、本当にお見事な勝利でした。お前が貴族との戦いで見せてくれた剣技のおかげだ。不利な状況であろうと自信を持って全力で挑む、その姿勢を見ていたからこそ私も勝利を収めることができた。何より私はお前の姿を見て決意できたのだ。もう二度とセルルトの名と流派に引け目を感じまいと。リーナ先輩、誇りは自分自身に対して持つものだ。だからこそ私はセルルト流と共に最後まで戦うと決めた。私の誇りのために戦ってくれたお前に報いるためにも、もう迷うわけにはいかないと思ったのだ。改めて言わせてくれ。ありがとう、キリト。No, thank you. I have something. 実はリーナ先輩に渡したいものがあるんです。
お前には全力の剣技を見せてもらった。これ以上何かをもらっては申し訳ないくらいだ。気にしないでください。それに剣技を見せると決める前からこれを渡そうと思ってたんです。受け取ってください、ディーナ先輩。これはまさかゼフィリアか。そうです。この花は西帝国にしか咲かないはずだ。手に入れるのに相当な苦労をしただろう。ねえ、確かに大変でした。けどリーナ先輩が喜んでくれると思って。前にゼフィリアが見たいと言っていましたよね。リーナ先輩、覚えてくれていたんだな。当たり前じゃないですか。そうか、これほどの贈り物を私はもらったことがない。ありがとうキリト。お前と共に過ごした日々は私にとってかけがえのないものだ。ユージを上級集権使とのご報告します。本日の掃除完了いたしました。ご苦労様ディーゼ。今日はもうこれで寮に戻っていいよ。で、ごめんねロニエ。あいつには何度も部屋の掃除が終わるまでに戻ってこいって言ってあるんだけど。いえ、報告を完了するまでが任務ですから。じゃあ悪いけどもうちょっと待ってて。なんていうか、その同室があんなやつで本当にごめん。いいえ、本当に気にしないでください。もしロニエが望むなら僕から先生に言ってあげるから、そば好きを他の人に代わってもいいと思うよ。あいつについていると1年間苦労するよ、間違いなく。とんでもありません。おいおい、人の留守に何を言っているんだ。キリト上級集権使殿、ご報告します。本日の清掃滞りなく完了しました。はい、お疲れ様。あのねキリト、外に行くなとは言わないけど、彼女たちのためにも掃除が終わるまでには戻ってきなよ。だいたいなんで窓から帰ってこなきゃならないんだ。東三番通りから帰ってくるときはこの窓が最短距離なんだよ。ロニエたちも覚えておくと役に立つわ。妙なことを吹き込むなよ。東三番通りってことはその袋は羽地家庭の蜂蜜パイだな。確かにあれは絶品だけど、だからってなんでそんなに山ほど買ってくるんだ。欲しければ素直にそう言いたまえよユージオ君。寮に戻ったら部屋のみんなと食べろよ。ありがとうございます上級集権士殿。いただいた物資の天命が減少しないよう全速で寮に戻ります。それではまた明日。ふん、なんだよ。いや別に何でも、ただキリト上級集権士殿はなんで僕らがここにいるのか忘れておいでじゃないでしょうねと思っただけだよ。忘れるかよ。あと3つ、ようやくここまで来たんだぜ。まずは卒業検定試合で他の上級集権士10人に勝って学院代表の座につく。次に帝国剣舞大会で騎士団や近衛隊のおっさんもぶっ倒す。最後に四帝国統一親善大会で2人とも勝ち残る。そしたらお前は正合騎士になれる。堂々と正面からあの塔に乗り込めるんだ。あと1年、それでやっと。次の日、はあ、いざ自分が暮らすとなって実感したけど、上級集権資料の部屋って広いよね。そうだな、2人部屋で寝室は別、
あとは教養か。1年最後の総合試験の成績で部屋割りは決められる。教官相手の検定試合では俺が4位、友情が5位。だが俺は新生術の試験と型の演武で点を失い6位になり、ユージオと相部屋になれたというわけだ。でもまさかあの二人が主席と次席になるなんてね。まあそこまで上に行くとは思わなかったが、俺は予想してたぜ。あの二人とはライオス・アンティノスとウンベール・ジーゼックのことだ。やっぱりキリトの言った通り1年間手抜きをしてたってことだね。ああ、これからもあいつらには油断しない方がいいな。ただの根性が曲がった嫌なやつってだけじゃなさそうだ。でもあの二人なんか最近キリトとすれ違ったらちょっとビクビクしてるように見えるんだけど。そうか、なんでだろうな。確かにあいつらが踏みにじったゼフィリアを真意の力で再び咲かせてからあいつらの態度は変わった。だとしても嫌な奴らには変わりないけどね。蕎麦好き連士を選ぶ時だってさ、我ら上級貴族が後藤爵士以下の娘など選ぶはずもないわ。だっけ、うん、身分で差別して蕎麦好きに選ばないなんてどうかしてるよ。だから俺たちは相談して指名順をわざと一番最後に回してもらっただろ。他10人に指名されなかった蕎麦好き候補が俺たちの蕎麦好きになるように。ティーゼとロニエは六等爵家出身だ。他の奴らが二人を選ばなかった理由を思えば僕たちの蕎麦好きになってくれてよかったよ。まさか二人とも女の子だとは思わなかったけどな。うん、正直まだどう接していいかわからないよ。ティーゼはいい子そうだけどな。すごくいい子だよ。真面目だし頑張り屋さんだし。でも年下の女の子に身の回りの世話までしてもらうのはその気恥ずかしい時があるよ。まあ確かにそれは一理あるな。でも妙な気遣いは逆に相手を心配させるぜ。そうなのかな。あのさ、初等練習時代にも思ったんだけど、キリトは女の子と接するのに慣れてるの？は？何言ってるんだよ。俺はベクタの迷子で記憶がないんだぞ。キリトからベクタの迷子っていうのは珍しいね。確かに女の子と仲良くする天職なんてないし、気のせいか。午後までの授業が終了した後、早速上級修験士宛に課外授業の要請が来てたぜ。本当？じゃあ行ってみようか。それでさ、早速だけどロニエとティーゼを誘ってみないか。ロニエとティーゼを？なあ、稽古だけじゃなく実践の経験も積めるいい機会だしさ。 Alright, so we are here as the senior. I think so we need to find Ize and Ronnie, but where are they? Oh, there you are. Hello, that, you tall. You tall, girl. You tall. Oh, you tall too.So, this is my first time, you know, doing a full length, like, videos. I know, for you, this is not like what, another videos, but actually, I do this like 2 hours. Yujo senpai! Yeah! Chotto ii?So yeah, I'm doing this for almost like 2 hours. お願いします。 So even if you see it like 3 videos ありがとう。 or 4 videos, it's actually 1. I recording it like 一気に。 I don't know what to say in English. Come on, I press. キリト先輩。ちょっといいか。We're going to hunt. Ne. Ah.
Thank you for your quest. The quest begin. So search the request area. So I need to go to the Cordia Plain again. I don't know. Never mind. So actually this is a 2 hours length video, but actually I skip a lot of videos, recording session, because I've been doing like side mission and something like that a lot, and I'm not putting it in the video. So yeah, maybe it's like 3 videos. Mina, 準備はいいか？もちろんです。準備万端です。獣との戦いは何が起こるかわからないところもあるからね。回復薬の準備は万全です。何かあったらすぐに天命を回復いたします。心強いね。ありがとう、ティーゼ。よし、それじゃ、みんなで力を合わせて討伐しようぜ。Okay, let's go. Let's see where should we go. Should go here. So I think it's from the first video where I skipped, where it here in the Cordia Plain where I say I've been adventuring. So I actually doing side, it's not a side quest, you know, like the statue thing, like a state, like a quest, but from a statue. So you can, like, you got, like, experience, a lot of experience. It's not a lot, but it's kind of bad, but it's help. I'm sorry, whoever have this plan. I need it. Hold on. Maybe I can use this. Charge it. It's down there. Dang. Nope. What a fail. It's not that quest. No, it's not that quest. So I've been doing like a statue quest, like a warrior quest. I don't know, dude. Is this still a capture one? There's no indicator where I'm at right now. You know what capture am I in right now? Let's try to kill this one. Well, it's dead. Already dead. Done. Kind of fast. どうだ? I just realized something that Ronnie and TJ is level 9, if I'm correct, and me and Yuji is like level 18. 18 or 19. Yep, I'm level 18. You do. Oh! That hurt. Oh man. Where's Ronnie? I didn't. Oh, Ronnie is
Oh my god. I didn't know. Oh, what a nice timing. Hold on. I'm missing this. There you go. I didn't know Ronnie is already down. That's why, wait, where's Ronnie? みんなお疲れ様。よくやったぞ。ありがとうございます。本当に二人とも大活躍だったね。先輩に褒めていただけるなんて光栄です。うん。二人の将来がまこと楽しみだな、ユージオ君。まあ、二人ともさすがは10人以内に入っただけあるよ。でも、2年に進級するためには、もっと強くならなきゃいけませんよね。そうです、私たちもっと頑張ります。本当に熱心だね。1年かけて僕たちが教えられる限りのことを教えるよ。だからこれからもよろしくね、2人とも。はい。 So because I'm still here and I think it's already like 2 hours right nowin the recording session, so yeah, I think I'm going to end this here. So yeah, I hope you guys enjoy it and see you guys in the next videos. Goodbye.